やった。リゾートだな。カルテルのリゾートだな。ここにいる金持ちどもをビビらせてカルジータをアグアベルデに引きずり戻す。サンマテオについて教えてくれ。サンマテオ、近年この周辺で相当な数の行方不明者が出てるわ。政治家、反乱軍の支持者。カルテルにとって邪魔な人間だな。カルテル以外の人間なら誰でもよ。数百人もの人間が何の痕跡もなく消えている。サンタブランカの仕業であるのは明らかだけど、これまで遺体は見つかっていない。どうなったのかを突き止めて。家族に手がかりを。ドローンが機能しない。そして妨害されてるんだ。こんなことが起きないようにして。分かった。カルテルの表彰目だ。ちょっと待って。こちらの窓、メディアルナに関する情報ある。その地域は全てユニダットの支配下にある。トップに。くそ。
危ないとこだった。ボーマン、タバカルについて何か情報ある？タバカルは昔コーヒーの産地だった。でもこの数年でサンタブランカはコーヒー農家をコカ農家に転身させていった。今じゃカルテル専属の農家になってるわ。ターゲットは？カルテル。待たせてくれたな。ボーマン、アグアベルデに到着した。麻薬天国へようこそ。アグアベルデはもともと国立公園で、今はサンタブランカがビップをもてなす場所になってる。仕切ってるのは大物麻薬売人の息子カルジータ。政治家や裁判官、企業のトップを招いてはカルテルの金で遊ばせてる。何をすれば？くそ。スウェーニョの取引相手の情報を探して、フラッシュバンを投げるぞ。カルジータがゲストリストを持ってるはず。それで名前がわかる。分かった、取り掛かろう。ダウンロードが終わるまで防衛線を敵を倒した。カルジータの情報がボーマンから来てる。フラッシュバンに気をつけろ。ハビエル・コロネル・バヤルド、長いからニックネームで呼びましょう。カルジータ、裕福な生まれのメキシコ人。これまでの功績といえば、生死だった頃に男子までたどり着いたことぐらい。ゴンサロ・コロネル・バヤルドがパパ、通信王で息子に何でも与えてきた。金、車、教育、ハーバードで BA、 ウォートンビジネスで MBA、 ファッションのためにオックスフォードで博士号を取得。今では自分のリゾートを経営してる。昔は国立公園だったけど、サンタブランカが高級リゾートに変えた。カルジータはコネを作るのが得意なの。リゾートを利用してサンタブランカと権力者をつないでる。経営者や政治家、裁判官、御令嬢、有名人も。これ誰だかわかるわよね。こないだ人種差別発言をしてリハビリ施設に入ったあの子よ。カルジータがカルテルにもたらしてるのはビジネスだけじゃない。とんでもない規模の不正よ。それを止めるのがあなたたちの仕事。コネを潰し、不正を止めて。ダウンロード完了。もういける？正直そんなリスト見たくもない。ビルダーバーグの名簿かもな。え？冗談だ。武器ケースがあるぞ。こんなのが欲しかった。フレアだ。しまった、失血してる。よくやった、見事な狙撃だ。反乱軍はシカリオの居所を掴んだのか。仕留めた。この地域はカルテルの宣伝活動に利用されてる。プロパガンダってやつ。指揮系統は把握しておいた方がいいぞ。トップはエル・カルデナル。サンタ・ムエルテを支持する破門された司祭、エル・スウェーニョの宗教面での助言者でもある。もう一人の重要人物はラモン・フェリス。まともなジャーナリストだったけど、なぜかカルテルのためにブログを書くようになった。
司祭。オコロにある魚肉加工工場でカルテルがコカペーストを作っているそうよ。見つけて閉鎖させて。